3番線のホームに電車が参りますの前に自動販売機と電話ボックスがすんが人という字のごとく自動販売機同士が支え合ってるねこれ、うん、今回ですねこちら3番線という以前プレイした2番線の作者さんの最新作のホラーゲーム、こちら実況していこうかなと思います。今回山手線が舞台なんだね。目雲って書いてる。完全に目黒だよねそう、前は大江戸線が舞台だと思うんだけど、今回山手線か。はい。で、皆さん、今回ですね、急遽、作者さんからご連絡いただきまして、特別に先行でプレイさせていただけることになりました。ありがとうございます。嬉しいですね。いいんですか僕、いいんですか暴れますよ。うん。はい。今回も暴れていきましょう。いやー、ありがたい。はい。こちら、作者さんからね、少し早めにプレゼントをしていただいてたんですよね。うん。投稿自体は、夕方、その、発売された夕方か夜に投稿するかな。うん。老舗さんっていうね、ご自身でもチャンネル運営してる、鉄道系ゲーム YouTuber の方ですね。そう、この3番線ね、前作の2番線の続編らしいね。はい。それでは参りましょう。ゲームスタート。8番ライクゲームになります。メウモか。お、この看板が見えてる場合、エレベーターに乗るまでは、ここでは異変が起こりません。はい、今の状態を覚えておきましょう。異変を見つけたらすぐに引き返す。出口を目指しましょう。わかりました。うん。前作と同じかな？うん。あ、動いてる！電子掲示板だ。うん。前作のね、2番線が確か1万5000本販売実績があるみたいですよ。相当売れましたよね。すごい大人気なゲームのね、最新作のプラゲームになります。行きましょう。向こう側にもいる。いるというか、ある電車がね。あそこも誰か乗ってるっていうパターンありそうじゃない？うん。これ難しそうだな。白い。先ほどより前、誰？何落ちてた？歩き方が独特すぎる。すごいね。なんかブレイクダンスとか得意そう。うん。白い。飲み物が全部白い。行きましょう。ちょっと不審者なんでね。あ、あれもあるね。あのオブジェクトね、2番線でも出てきたんだよ。うん。じゃあちょっと詳しく見ましょうか。一回全部見て、こう。うん。この辺変わんないかな。あ、どうする。うん。これ何なの？あ、開く開く開く。うん。異変がなければこれまっすぐ行くんだよね。この回は異変がないから、まあ普通にまっすぐ行って、ゲーム開始かな。うん。では参りましょう。この辺も変わると思うよ。うん。動画、曲、リズムゲーム。2024年リリース予定。前作もリリース予定のゲームあったよね。リリースされたんですかね。うん。モロタレ駆動。モロタレ駆動ハットリ平次や！私の一つの武器であるハットリ平次がここにぶちかまされましたね。うん。これは、ヒョウモンダコいる。全部毒持ってる子だよね。鬼ヒットで。うん。春の触れ合っちゃダメ。猛毒の生物と触れ合い体験しちゃダメ。死者出る。ワクワク水族館。どころじゃないよね。多分バタバタ水族館になる。大惨事だよ。国語、英語、数学。右クリック、おお！拡大できる。よく見える。個別指導塾、右クリズム、ジンジンガンギン。あまりの衝撃にボコボコ出ちゃいましたね。うん。ズームできますね。クリズーム塾。うん。では行きましょう。何これ。なるのかな？え？電車呼ぶ。ボタン押せる。え？うん。呼べるの？電車って呼ぶ式なの？タクシー感覚で電車が呼べる時代になったの？やった。特に何か乗ってるわけでもないね。うん。もう押せる？あ、ちょっとね。あ、まだ押せない。うん。あ、向こう側も来るんだ。なるほどね。うん。両サイド来てから、また押せるようになるのかな？うん、うん、うん。両方来るんだ。一応もう一回。はい。さあ、軽く見ていきましょう。うん。乗ってないね、誰も。うち一回何か書いてあるとかわかんないから、誰か乗ってるかどうかを確認しよう。うん、でも急に消えた。海の手線。はい、海の手線山じゃない。海。海の手線か。いいね。はい。あー、ちょっと待って。すぐこっち見ないとダメだね。うん。片方に切り取られてたら向こうが通っちゃうから、これ確認しづらくない？呼んで確認すんのかな？うん。出口1番。このピクトグラムも変わるのかな？どうだろう。OK。うん？なるほどね。はい。押すと電車が来るスイッチ。ありましたね。一回500円 !500 円で来んの？本当にタクシー感覚だね。うん。送迎料が500円。はい。メウモ駅のボタンを押して電車呼ぼう。基本メウモ駅のこのホームが舞台なのかな？うん。
発車メロディースイッチ風のボタンに特殊な機能がついたガチャ。あ、ガチャ。うん。あ、なるほどね。ガチャの金額か。あの、ボタンを押したら500円ってことではないんだね。なるほど。10億円分の金を配ります。怪しい。今回も怪しい。前回もすんごい怪しいになったからね。はい。当選した場合の提出物。住所、郵便番号、電話番号、氏名がわかる書類。はい。キャッシュカード、暗証番号。うん。クレジットカード。親と家族の身分証明。がっつり情報取られる。発送手数料180万。あらま。はい。カモ探してます。詐欺です、これ。やべえ、相変わらず。こんなの貼るな。うん。裏っ側も一緒だね。うん。ニューデイズじゃないよ。ニューウェイズになってる。うん。これも変わりそうだな。はい。じゃあなんとなく確認したんで、もう行こうか。うん。シフトダブルで、あ、走れるね。うん。はい。これ変わるのかな？どうだろう。一応見ましょうか。あー、もう終わりだね。では、ざっくり確認したんで、行きます。うん。ゴミはここにあるね。これ変わるだろうな。あー、いい、いい、これ好きなんだよ、俺。おかしい街って。うん。秋名原になってる。なかなかゲートウェイね、これ。高輪ゲートウェイね。これ好き。うん。さすが、鉄道ゲーム系 YouTuber。行きましょう。うん。ゲームスタートね。お待たせしました。うん。いいですね。はい。あ、こういう文字みんな忘れた。起きて起きて。見てて、後ろっ側、いつ飛んだ、これ。まだ撮ってないね。うん。海の手線。いる？いや、いなさそうね。いない。OK。あ、やっぱすぐ来れば大丈夫だね。いるかな？ズームしないと。あ、ズームしたら逆に分かりにくいかも。うん。いない。いませんね。うん。人がいるかだけ確認したい。なんか物が変わってるとか分かんないからね。あの、電車の中ね。はい？これ？ああ、いいんだ、止めて。個人で止めていいやつだ。燃えてるー！え？死んじゃった。そういう要素なんだ。はい。やられましたね。今のもっと早く引き返せばよかったな。うん。電車は誰も乗ってない。はい。もうわざわざ電車をね、また呼ぶことができるから異変があるに違いないけども。うん。この手前のホームには電車来ないのかな？うん。いないよね。いねえ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 。さあ行きましょう。看板変わってないよね。ヒョウモンダコ、毒の生物たちと触れ合う水族館何も変わってないね。春の触れ合い体験実施中。やめとけ。うん。表たれくどうも変わってない。はい。ん？変わりなくない？動く？動かないね。で、これ、すんだっていう番号、これで確認すんのかな？うん。今死んじゃったからこれ、異変がないコーナーになってるとかある？どうだろう？うん。じゃあもう一回行きますね。これまた始まってんのかな？でも異変なさそうだから行くね。はい。リーチェス。はい。あのおっさんも変わるんだろうな。前回踊り狂ってたから。うん。誰かいるかな。ちょっと遠目で見た方が分かりやすいかもね。うん、いないな。はい。いない。さあ次。ただ色が変わるとかもありそうだね。うん。今左側も確認しながら電車を見てる。いない。何もないね。はい。うん、白い。いいおじさん。おじさん話しかけるとか？前回お話しあったよね。うん。一応読んどくか。はい。あ、2番になってるね。変わってないかな。うん。これ見てなかったな。うん。海の鉄線だね。はい。これでいつか異変来るだろうね。渋い千宿沼袋、いいね。はい。文字替えが面白いね。うん。これ買ってないね。はい。これ分かりにくいよね。一個変わるとやっぱば、BBA 高田のババね。ババアになっちゃった。え、なくない？うん。
ちょっと最初だからざっと見ながら進んでみる？うん、椅子の数は6個あるんだね。うん。OK。いや、変わってないよな。うん、ニューウェイズ。行きましょう。どうだ？ 3 番になるかな？うん。ああ、なった。やっほい。さあ、電車いらっしゃい？うん。先頭の方がまだ見えなかったけど。大丈夫かな？一応もう一回もう、後でね。うん。いや、変わりない。はい。で、次へ向こうか。OK。いないね。はい。おじさんも正常。うん。え、なんだ？ホームが燃えただけでまだ通常だよね。うん、ホーム燃えてる時点で通常おかしいな。で、肝心の、あ、いないね、やっぱ。うん。これは反応しない。え？なんもないよ。おや？うん。ニューウェイズだもんね。はい。看板は？変わってなさそう。変わってないね。うん。はい。動画の曲、リズムゲーム。え？おやおや？行きましょうか、じゃあ。多分変わってないと思う。どうだ？ああ、OK。異変なかったんだね。これでいいのか。え？こんなないことある？あ、やべ。また前見てなかった。うん。ちょっと、そろそろ来なさいよ。ん？ニューウェイズのままだね。はい、看板は変わりなし。うん。ここなんか増えそうだよね。モロタレ駆動も変わり、ああ、ちょっと向こうみんな忘れちゃったな。結構忙しいね。うん。看板も変わってない。あれ？そんなことある？あ、モニターある！これ見てなかった、俺。うん。いずれなんか映るだろうね。他にモニターある？厨房。まずは先頭見てから。いないね。うん。OK。どうするんだ？うん。いないんだね。はい。お次へ向こうかは。いらっしゃい。誰もいなさそうだな。ん？こういうのはね、なんか、視聴者さんの方がね、気づくっていうパターンも、そう、面白いパターンがあるからね、僕は気づかず、視聴者さんだけが気づくみたいな。そういうのも楽しめますよね。異変ないぞ？うん。ないね。これ動く？動け。かも探してます。広告も変わってない。ガッチャも変わってない。ガッチャどこにあんのこれ。うん。あれ？さっきホーム燃えたばかりで、他何も起きない。うん。よく起きる。あ、この数字も変わったよね。前回。そう、これ怖いな。変わる可能性がある。うん。猫ちゃんもね、変わる可能性があるから。え？家ないよ。うん。おたんだ。はい。じゃあ行きましょうか。え？どうなる？また行けちゃう？行けた！ないね。こんなないものなの？うん。さあ来るかな？来ない。うん。そろそろ怖い方来て。頼むよ。これたまたまなのかな？それか早期アクセスだから、こういうこともあるのかもね。で、単純に俺運がよくいけてんのかな？うん。変わってないよね。変わってない。え？マジで？うん。異変なさそうよ。なかなかゲートウェイも変わってないし。うん？ゴミ箱の中にさ、何か出現しそうじゃない？うん。何してんだお前。さっきからずっと徘徊してる。じゃあ、銀座へぼ。はい。ああ！なんかあったんだ！これやっちまったの！いるー！おっさん！
なんだこれ虫みたい。おじさん、何これ、気持ち悪い。え何が起きてんのこれ、地獄。戻りましょう。おっさん増殖した。この前ね、なんか公園散歩してたらアリがあんな感じで地面取ってたわ。はい、戻れば2になるね。 OK。 おじさんは1人になってる。なってるね。はい、増殖阻止しました。ようやく見れたな。火災とおっさん増殖2つ見れましたね。何個あるんだろう。うん、いない。さあ次は、うん、あれもなんか怒るだろうな。うん、誰も乗ってないよ。うん、もう一回どこ。うん、買ってないね。さっき異変あったはずの回は何だったんだろう。皆さんわかります？うん、ニューエイズ買ってないな。100円ね。はい、この辺も買ってないかな。さあなさそうだよ。行こう。モニターは映ってない。あとは、うん、あれ、これ照明ついてたっけ。あれあれ、ちょっと待って、わかんない。とりあえず行ってみよう。どっちだ。あーでも行けたわ。最初がついてないんだ。うん、うわ、なんだ、何の音。あ、これが倒れたのか。すごい音だった今。戻りましょう。はい、ではでは行きますよ。どんどん来ましたね。リズムに乗ってきたよ。この勝負もろたで行くぞ。うん、4番来ました。海の手線。はい、海の手線、誰もいらっしゃらない。向こう側は来るかな。うん、来たね。誰も乗っていない。誰も乗ってねえな。看板は買ってないね。うん、そう、この作者さんね、毎回看板のいじり方が面白いんだよな。広告も買ってない。注目円どっか。買ってないね。椅子の個数も買ってない。はい、行きますか。これも買ってないね。うん、行きます。君はこの子動くだろうな。 OK。 あ、5番になったね。よし、先ほどの場所まで戻ってこれました。8番まで行けばいいのかな。あ、また先頭見なかったな。うん、襲ってくる、あのね、急にドンクで多分ジャンプスケアのホラーゲームあるからね、このゲーム気をつけよ。いない。うん、向こうか。あ、やべ、行っちゃったな。うん、いませんね。乗ってないよな。はい、むむむむ。うん、あ、気持ち悪い。なんだあれ。え、来る。おっさん知ってるよ。何してんのシャトルランニングしてる。うわ、戻ろう戻ろう。さあ戻る瞬間あのおっさん出てきたりしないよね。大丈夫かな。はい、危ない危ない。初めてだね、6番。危ない、こっちから。ふう、ギリギリまでやったね。うん、いいね。かなりターンスパンで異変が起こるようになってきた。はい、こっからほぼ異変があるんじゃないか。冒頭なさすぎたもんね。そう、ない回をね、最初に引きすぎたのかもしれない。いる？いないな。うん、やっぱこっちの方が見やすいかもしれない。うん。横切ったね、メグも。変わってないな。うん、いや、大丈夫そうじゃないこれ。うん、変わってないよ。はい、うん、これぼやけててもズームしたらしっかりくっきり映るね。しっかりくっきりだ。ちょっと何言ってるのかよく分かんないけど。いや、変わってないぞ。行こう。さあ進みます。声7番聞いた。素晴らしいわよ。
ああ。さあ、来るかな？あんま進みすぎるとね、燃えたりするから気をつけながら行こう。さあ、お次。こっち回って。うん。誰もおらん。ずっと誰も乗ってるんだよな、あの電車。うん。おっさんもいるね。金額も変わってない。ここも変わってない。両サイド100円だからね。うん。変わってないね。変わってない。変わってない。うん。この色も変わんのかな？色あんま見てなかったな。うん。黒、緑、ピンク、オレンジ、シグレットね。どこにそのガチャあんのよ。いないな。そろそろ霊的なことがね、出てこないのかな。いない。あれれ？異変が全く来ないです。カツオ兄ちゃんのもみあげをむしって暇つぶしするって。登ります。どう？8番来た！なかったんだね。さあ、誰もおらん。うん、あんま進まないようにしよう。後ろからね。海の手線誰も乗ってないよ。うん。いないね。はい。まあ、最後に、異変無限モードっていうのがあるらしいから、そう。何もないっていう回がなしで、ずっと異変がある回になるらしい。うん。ないね。そう、説明に書いてありましたね。お金が待ってるのにいいね、拡散した方限定。そう、これ大体ね、X とかもあるよね、こういうの。そう、99% あれ詐欺だから気をつけてね。変わってないね。うん。怖いね、キャラクター。むむ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 。いや、なんもないよ。変わってねえと思う。うん。ピクトグラムも変わってないもんね。おや？うん。6席ある。モニターは？映ってない。うん。これも変わりないよね。行きましょう。うん。あれ？終わっちゃうよ？あれ、でも9番だね。なんかすごいのいる。メインブラックいるよ。これ、終われる？ちょっと行くね。いや、まずそう。あの、行けないようになってんだ。うん、どっかのゲームで見たな。うん、すごいボタンある。ちょっと待って。これ、逃走中みたいな感じになってる。押したい！押すか！うわあ！ちょっと危ねえ。ギリギリだって今。あ、なんで嘘！いや、無理じゃん、もうこれ。進むしかないよね。あ、逃げ切れってこと？ガ。いけるか。危ない危ない。あと10秒。え？なんて？いけるか。ああ！危ねえ！いけた！どうやら。何してんの？逃げ切ったようだ。危ねえ、今神回避だったよね。やっぱり逃走中になってるね。面白い。いや、いいね、今の。はい。あれ？ちょっと待って、俺ミスったわ。俺なんで進んだの？バカじゃん。なんだよ、俺普通に逃走中楽しんだだけの人じゃん。異変なのこっち。ちょっとバカか。ちょっともうごめん。もう一回やろう。かなりやらかしたぞ今の。まあでもいろんな異変見えるからね、もうこの状態で。うん、頑張るわ。せっかく逃走中完走したのにさ、なんで俺間違うの？バカか、本当に。何してんの？お前、俺ここ数ヶ月で一番バカした気がするもん、今の。うん。ちょっとマジっすか。一気にじゃあ9番まで急ぎますよ、僕。何これ！まっ、げっ！何起きたの今？レーザーがあったよね。切れた。この主人公も俺も。おお、落ちていた俺。これ異変ね。
戻るわよ。仁王立ちになりながら歩くな。あ、また来たぞ。逃げよ。燃えるからね。うーわ、おじちゃんめっちゃ燃えてた。燃えてんの、普通に歩いてる。何してんの。怖いよ。フリーレンみたいになってる。怖いよ。大丈夫か。うん、怖いよ。こんなあからさまにおかしい目がついてんの、何だっけと思ったの。あれ、電車が追ってないのにこっち来た。これ異変かな。これ意外とむずいかもね。ちょっといいじゃない、いろんな異変見れて。てかさっき思ったんだけどさ、あのハンターに言われるから戻ったとしても、あの、なんていうの、このガードがさ、まだあった可能性もあるからね。うん、その場合はもうあれ確実に死ぬのかもしれない。うん、そう思うようにしよう。あれ戻れば戻れてたっていうね、考えやめよう。そう、多分戻れなかったんだ、あれは。きっとそう、そういう風に自分を言い聞かせている。待って、電車が来ない。全く来ない回もあるんだ。戻ります。あー、電車の色変わってる。開いてない？開いてるよね。危な、これ向こう側巻いてるかな。どうだろう。開いてる開いてる。来る？あ、これ開いてないんだ。めちゃくちゃ危ない、あの電車。危険しかない。戻りましたね。うん、ねえねえ、皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。え、貴重なお時間をいただき、これ、ありがとうございます。どこで話してんの。本日はこの中からたった1名だけが生き残るこの辺デスゲームを、これだ、開催いたします。デスゲーム。あ、そこのあなた、逃げようとしても無駄ですよ。もうここにいる時点で逃れることはできません。うん、これ言ったら申し訳ないけど、何言ってんのお前。というわけで、第一ゲームを始めましょう。第一ゲーム、それではまあ、え、ちょっと音楽なんか流しちゃって、あ、すいません、捕まっちゃった。勝手に放送使わないでくれる。ここ駅なんだよ、ちゃんとした施設なんだよ。でさ、放送でさ、音楽をこうやってラジカセで流して、いつの時代？恥ずかしい。ちゃんとうちの設備勝手に使うなら勝手に使うで、ちゃんと使い切りなよ。公共の場で説教されてる。このボタンね、このボタンを押すと自分の指定した曲流せるからね。わかった？で、何やってたの？あ、デスゲームっていう、最後の一人になるまで生き残る的な企画を。企画なんだ、はい、やらせていただいてました。あれ、なんか急に周りが逆さに。あれ、どうしたの。これでこの放送室も私一人だけになりましたね。え、最後の一人になったので、これでゲームは終了ですかね。え、なんかどんでん返しみたいになってるよ。そうだ、業務に戻らなきゃ。お客様、不適切な音声が流れてしまいました。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。引き続き安全に努めますので、当鉄道会社をご利用いただけると嬉しいです。はい、皆様のご利用、心よりお待ち申し上げます。え、終わった。すげえ長かったな。はい、戻ります。来てる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 。お魚が走ってる。怖っ。待て待て待て、何じゃ何じゃ。おじさん怖いよ。めちゃくちゃ怖いよ、おじさん。うわ、変わってる変わってる、怖っ。え、このタイミングで通る。すげえ、ポスター変わってるよ。ちょ、もうちょっとよく見たい。うん、来るぞ。怖っ。顔になってる、見てるこっち。いないで。うわ、なんか来た。ちょっと待って、足元、あっ、やめてー。いや、もうこれ初見殺しやん。またお前か。どうね、無理じゃんこれもう。え、あらららら、ほら、この雲の巣やったらもう引き返さないといけないのね。え、あ、ようやく抜けた。うわ、めっちゃ乗ってる。な、なに今の、誰。ちょ、もう一回見てみる。めっちゃ乗ってた今。これ
ね、壁に頭つけてた。また来た、これレーザーどうすればいいんだ。こういう風に避けていけばいいのか。邪魔だよ。なぜか死んじゃったんだよ、さっきの。最後の最後でレーザーがまたあるかもしれない。なんだお前お前前も言ったよなまた来たのかお前は。何してんねん。ねえな、もうちょっとでゴールだと思うんだけど。え、はい、キーまで来ました。銃を拾う、これか。これの下っぽいねん、ずっと。なるほど、これ拾ったらでもなんか終わりそうだから、ちょっと一回戻るわ。後であら回収するわ。来た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 。10番、慎重に行くわよ。ようやくだよ。結構ね、なんかあまり変わらずここまで来ました。うん、そう、異変がねそこまでなかったんだよね、この回。それすごい怖かった。多分ない。うん、行くか、頼むぞ。ようやくクリアした。結構長かった道のりがはい、いやー疲れた。ちょっと別のエンディングというか、エンディングじゃねえ、別のあの異変を回収していきましょうか。先ほどの銃気になるもんね。終わった。エンドレス異変きた。これが欲しかった。はい、じゃあこれでもう一回いきましょう。異変あと何個あるんだろう。はい、な、え、待って、もう全部俺回収してたのやばすぎだろ。多分よく分からずに戻った時とかもあったから、それ含めて多分異変回収しちゃってんだ。なるほど、でもまあ一通り取れてたのかな。他もざっくり見ていこうか。え、なんで帰れないんだろう。ちょっとこんなパターン、家に帰りたい。まあ待ったよね。なんで帰れないんだろう。もうループしてるからだよ仕事頑張ったのに。頑張ってつらいよな。なんで帰れないんだろう。うん、お互い様だよ。あれだけ残業したのになんで帰れないんだろう。どんな残業してたんだろうね。どこに行っても、うん、ずっと駅が繰り返してばかり。ねえ、なんで帰れないんだろう。一緒に協力してこれ出ようよ。家族が待ってるというのに。家族いるんだね。なんで帰れないんだろう、うん、今回踊ったりしないのかな。仕事全部終わらせたのに、うん、きっと誰かが仕組んでるんだ。仕組んでる。お、見た。なんだ。え、お前か。うわお前のせいか。ちょっと、待って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 、怖すぎだろお前。お前のせいで。なんだ、急にホラーになったぞこのゲームじゃあやられてみようか。あ、今まであまりホラーになってなかったのに急に来たね。また来た。追いかけっしょ。こっちだよ。あ、そっち側から来るかな。声怖いな。ああ、責任取れって自己責任だろ完全に。そうなんだ、ちょっと電車と一緒にサムネ撮らして君。おいで。ハマってる。あ、ハマってるねはい素晴らしいよ。うん、その走り方走りにくいだろお前。あ、来てる来てる来てる。これちゃんとね最後に2体追加されるからギーンって。うん、やった。はい、威風堂々としてるよね。うん、で戻ってみよう。これあるかな。あるじゃん。マジでしくった、さっきの俺のバッキャ拾う。バッキャ、はい、バッキャ、え、どういうことだよこれこの人どう。おじさんおやすみ。あの模型は全然聞かね。はい、ということで本日は3番線実況プレイしましたが、いかがだったでしょうか。はい、なんかあのおじさんが今回一番怖かったね。他の異変は結構可愛らしいというか、そんな感じの続編でございました。皆さんどう感じましたか。ぜひねこちら、下に概要欄に URL 貼っとくんで皆さんも遊んでみてください。
それではまた、あ、違う、高評価、チャンネル登録もお願いします。はい、ではバイバイ。